皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回は株式会社シングスさんよりエフェクターを貸していただきましたので、このエフェクターを皆様にご紹介させていただこうじゃねえかっていう趣旨の動画でございます。そういう意図の動画でございます。どんなエフェクターかと申しますと、真空管を内蔵したプリアンプ、ビヨンドチューブプリアンプのご紹介です。前回の動画でね、このエレキギター用に関してはご紹介させていただきました。今回の動画ではこっち、ババン、エリキベース用のビヨンドベースワイヤード、こちらを皆様にご紹介させていただこうかと思います。思想環境としてはね、いつものこのヤマハのスーパーベース800からカナルのシールドで、ビヨンドベースワイヤードに行って、カナルのシールドでブラックスタンドスタジオ 10-6L6 に行って、音を鳴らしていこうかと思います。そしていつも通りね、お手元の方も、こう画面ドーンズバババーンという感じでお見せしながらやっていこうかと思いますので、よかったら楽しんでみてくださいませ。それでは早速鳴らしていきましょう。あのね、先にね、こんなこと言ったらちょっとあれかもわかんないんだけど、あのね、変化がね、ちょっとね、地味です。エレキギターの時ほど、うわーすげーってのがね、あんまないんでね、そこだけは気をつけていただければ幸いです。で、このエレキギター用と比べて、まあ、決定的に違うのは、このノブの使い方です。ノブの使い方。エレキギター用の場合は、どっちかっていうと、このノブ、ゲインっていう感覚に近くて、ゼロにしてても音出るし、なんだったらそのゼロにした状態でオンにすると音ちょっと持ち上がってたじゃないですか。でもこっちのベースワイヤードに関してはどっちかというとボリュームって感じです。これなんでかっていうと、オンの状態でこれを絞ると音出なくなります。で、上げていくと音が出るようになると。こんな感じでゲインというよりかはボリュームって感覚に近いのがあるの。かなという感じでございます。これがまあ大きな違い。あとはまあイコライザーのね、その設定というか、その帯域が違ったりとかするんですけども、結構そこが一番大きな違いかと思います。鳴らしてみましょう。まずオフの状態で少し弾いてみます。で、トライ。さっき僕が違いがちょっと地味って言ったのが分かっていただけましたでしょうか。もう一回弾いてみましょう。オフの状態。オフ。あ、オン。どうでしょう。まあ、よーく聴き比べると、まあちょっとこの歪み感というか、なんかこのファットさみたいなのが加味されてるかなみたいな。まあ、これちっちゃい音で鳴らしてるからね、ちょっと分かりづらいと思うんですよ。大きな音で鳴らせばね、もうちょっとこうね、分かりやすい違いが出てくると思うんですけども、ちょっとこう今のところ少し地味な感じで大変に申し訳ないです。ちょっとこの音をガーッと上げてみましょう。もちろんこのつまみをブーッと上げていくと、上がっていくような感じです。まあ、エレキギターと違ってね、そのベースの場合はそのあんまり歪みすぎてもね、音の抜けが悪くなってしまうんで、この辺はこのうまい具合にこの微妙にコントロールできるように設計されてるんでしょう。あんまりこう、上にワーッと上げてもそんな劇的な変化はないです。でもこれはね、逆に劇的な変化がありすぎると困ってしまうんで、まあ、このあえて味付け程度に使えるように設計されてるんでしょう。ちょっとこの真ん中から、ちょっと上げて弾いてみましょうか。こんな感じです。で、このイコライザーは、ギター用と一緒で、高音、中音、低音という感じです。少し高音上げてみましょうか。こんな感じでちょっとギラギラした感じになります。少しこれを下げてみましょう。
感じで、あまりこうギラギラしない、なんかこの扱いやすいサウンドになっている感じがします。中域とかも少し上げてみましょうか。ぷっくり上げてみましょう。ぷっくり、こんな感じです。中域を下げてみましょう。ちょっとこうどんしゃり感じ、どんしゃりな感じになってきましたね。少し低域も上げてみましょうか。これで上げてどうなるかな。下げてみましょう。こんな感じです。ちょっと僕の好みとしてはやっぱこう中域を足した方がね、なんかそれ僕はなんか好みなことが多いので、少し高音カットして中域とローをフラットにして、で気持ちこのボリュームを上げ目にしちゃったりとかすると、割とまあ好みのサウンドに近づくのかなという感じです。ちょっと下げましょうか。ちょっと分かりやすいですよね。このイコライザーでね、そのブーストカットされてるんで、少しこの、ベースワイヤードの方で、好みの音作りができてるのが分かるかと思います。もちろん今アンプの方にね直接流してるんで、加工は何もないからさ、そのなんだろう、そのイコライザーとか何もできないわけなんだけれども、まあこのプリアンプの方で自分好みの音に作り上げて、これはもうつけっぱなしにして、さらにこのエフェクターを加味するか、もしくはまあこのまま演奏するかっていうことができるというようなエフェクターでございます。少しもう少し弾いてみましょうか。オフの状態で、こんな感じ。オンにすると、こんな感じ。音量が上がったっていうのもあるけれども、このねミッドがねふくよかになることで、ちょっとこのガッツ感みたいなのが出てきたのが分かるかと思います。もうちょっとボリュームを下げて聞き比べてみましょうか。オフにしてみます。オン、やっぱりミッドが上がったことでこうちょっとブーミーな感じっていうんですかね、なんかそんな感じが出てくるかと思います。少し気持ち、ドンシャリにしてみましょうか。高音を上げて中音下げて低音を上げてみたいな感じで、こんな感じでドンシャリのスティックしましょう。おお、明らかに、こんな感じです。オフにすると、こんな感じ。オフ、オフにすると、こんな感じになるような、イメージです。まあ、やっぱドンシャリな、ね、音好きな人が多いんで、最後にこうバーッとこう、ね、極端なイコライジングすると、おかっこよくなったかなっていう風に感じた人も多いかと思います。まあ、これは完璧好みだからね、何がいいとか悪いとかではないんだけれども、まあ、こんな感じの使い方ができるよっていうような一例でございました。
他にもこのね後ろにこう例えば歪みとかコンプレッサーとか持ってくるとそれと組み合わせにまた新しい音作りができたりとかするんですけども、とりあえずまあこの単品で使ってみるとするとこんな感じです。ボリュームである程度その全体のざっくりとした音量感を調整して、でこのねイコライザーでそのどのぐらいそのブーストしたりカットしたりとか、自分の好みのセッティングをしてと、でこれをオンにした状態でかけっぱなしの状態で、ライブとかリハーサルとかレコーディングで使うというような感じになっております。 LINE でこう使ったりとかするとね、またこの真空管っていうんですかね、サチュレーションっていうんですか、ちょっと僕はあんま分かんないですけど、なんかそういう真空管みたいな、テイストが加味されるとのことなんですけれども、卓録とかねしてる人も、おすすめなのかもしれません。とりあえずまあバーッと音を鳴らしてみるとこんな感じでございます。最初に僕が今回はその、ね、ベースはギターに比べるとちょっくら地味かもしれませんって言った意味が、分かっていただけたかと思います。よーく聞き比べるとねだいぶ違うんだけれども、こんな感じの、エフェクターでございました。ビヨンドベースワイヤード、もしどこかでお見かけることがありましたらぜひ試してみていただければ幸いでございます。それでは今回の動画は、真空管を使ったプリアンプ、ビヨンドチューブプリアンプとビヨンドベースワイヤードの2機種の紹介でございました。もし何かね感想とか、コメントとかありましたらお気軽にバシバシと、コメントしていただければ幸いでございます。それでは今回の動画もちょっくら長くなってきたんでここら辺にいたしましょう。今回はビヨンドチューブプリアンプ、そしてビヨンドベースワイヤードのご紹介でございました。また違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、さよなら、ハハ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